成田スカイアクセス線系ロッズ、京成 AE 型電車は、2010年に営業運転を開始した、京成電鉄の特急系車両。2010年グッドデザイン賞及び2011年鉄道優の、会ブルーリボン賞受賞。本校では、以下、特に速度の指定なく、高速運転、高速走行と記述した場合は、 最高速度である時速160キロメートルでの走行を指すものとする。形成は成田国際空港のアクセス輸送として1972年にスカイライナー専用車として AE 車を搭乗させていた。AE 車は空港開港の遅れと空港駅の位置の悪さから開港後の空港輸送に本領発揮をしたとは言えない状況にあった。一方、 1971年4月には、成田新幹線の基本計画が策定されており、1979年6月には、成田市内での工事は進んでいたものの、肝心の都心側の建設のめどは立っていなかった。成田空港開港後の1981年には、成田空港へのアクセスを担う高速鉄道の調査委員会が発足し、 1984年には、3ルートの提案のうち、北総開発鉄道を経由するルートが選定された。しかし、こちらの計画も、具体的な動きはないままであった。この間、1991年には、成田新幹線のために用意された施設を、成田空港高速鉄道に転換して、空港直下に乗り入れることになったが、その前年の1990年に、 形成は AE100 型を登場させた。以後、東日本旅客鉄道が運行する成田エクスプレスとともに、本格的に成田空港アクセス輸送の一翼を担うことになった。しばらくはその状態で推移したものの、1999年には、再び北総鉄道北総線経由のルートの実現に向けて、検討委員会が発足し、2002年には、 施設を建設、保有する事業者が設立され、2010年の開業に向けて動き出すことになった。折しも、成田空港では2005年に平行滑走路の延伸を行うことで、大型旅客機の離着陸回数の増加を図る方針を固め、2010年度完成予定で平行滑走路延伸の工事に着手した。滑走路延伸の完成に伴い、 年間発着回数が20万回から22万回に増加することで、成田空港の利用者数はさらに増加すると見込まれた。2010年7月17日に開業した成田空港線では、一部の区間で最高速度を時速 160km とすることにより、東京から成田空港までを30分台で結ぶことになったため、 本ルートの空港アクセス列車を運行することになる。形成でも高速運転に対応している車両の導入を決定したものである。2004年頃より新造計画を開始。同年6月に就任した第10代代表取締役社長の花田力により計画の詳細が明らかにされた。花田はこの AE 型の製作費に 約160億円を投資すると表明した。形式名については、空港アクセスと形成の原点回帰の思いを込めて2代目の AE 型と制定した。2008年4月9日に、帝国ホテルで、上戸彩をゲストに迎えて、公式発表会が行われた。また同日、新スカイライナー特設サイトも開設された。また、ミュージックホーン。 乗降中の BGM、車内アナウンスの際のチャイムは、向ノ実が作曲を手掛けた。既存の AE100 型と同様の8両編成を基本編成とする。全車が普通車である。また、将来の重量編成化を想定した仕様となっている。車両デザインや新ロゴマークの制定は、 ファッションデザイナーの山本関西が担当し、詳細な車両設計においては、内装については日本車両製造が、外装については、東急車両製造が、それぞれ主に担当した。エクステリアデザインのテーマは、風は速さの象徴であり、運び手としての役割や旅への誘いを行うもので、あるという印象を統合したもので、空港への最速の運送手段という意味を込め、 風とした。また、インテリアデザインのテーマは、引き締まった様子や、本質的なものを残すという意味の言葉であり、公共の空間に対する知的な配慮や透明感、優しさという意味を込めた、凛とした。中央に4等が集中配置された全小灯基本構造は、形成では1600系車体更新時の、試作車体以来、かつ本格的採用としては、初となる。 アルミニウム合金製の車体で中空押し出し型材を使用したダブルスキン構造として軽量化を図った。車体全長や床面の高さは AE100 型と同様の寸法であるが、客用扉は AE100 型より 200mm 拡大した幅 1000mm の型開き扉で高速走行中のトンネル突入時における。 客室内の急激な気圧変動を軽減するため、客用扉を室内側から4本のシリンダで押し付ける機構を設けた。ドアエンジンは空気式である。また、空調装置の休排気口にも同様の目的でシャッターを設けている。また AE 型は、インバ日本医大駅空港、第2ビル駅間の 18.1km の区間において、 時速 160km の運転を行わせるための列車選別装置を搭載しており、専用の車上紙から地上紙に列車種別を送信することにより、地上信号機に GG 信号を現時させて、この車両に限り時速 160km の運転を許可している。先頭部分の形状は、シップをイメージした流線型を採用しており、 スピード感の表現及び高速走行時の空力特性の観点からノーズ部を大きく確保した。全小灯は中央に4灯を集中配置している。客室側面窓は連続窓で車内を明るくするために面積を大きくした。また、4号車のサービスコーナーには外観上の軽快さを表現するために丸窓を縦に3つ配置し、 アクセントをつけることを図った。AE100 型とは異なり、都営地下鉄浅草線への入線は考慮されておらず、全面貫通扉は設置されていない。側面種別、行き先表示器には、フルカラー LED 式が採用された。車体色は、AE 車と AE100 型で採用されていた、グローバルホワイトヒューマンレッドフューチャーブルーに代わり、ベースカラーを、 ストリームホワイトとし、ウィンドブルーの線を入れるという2色塗りとした。これは、風を連想したものである。ウィンドブルーは、日本の伝統色である藍色に対して、山本がアレンジの上メタリック調としたもので、幕板部から屋根まで、また、先頭部分正面にかけてをこの色とした。また、ウィンドブルーは、腰板部にも2本の帯として入れることで、 スピード感を強調することを狙った。山本は実際に車体に色を塗った際、通常なら2回のところを6から7回塗ったというこだわりがあった。ロゴマークは従来から一新され、これまでの頭文字のみ大文字小文字の組み合わせ、スカイライナーより愛を除くすべての文字が大文字となる。また、スカイライナーの頭文字、S をシンボライズしたデザインの文字が、 新ロゴマークの右端に記されている。愛の上野は日本国国旗の日の丸を表しており、これは日本を代表する空港特急を日本国外にアピールする目的の意味もある。客室客室内の天井は開放感を与えるため床面から2400ミ、mm、リメートルと可能な限り高く取ったドーム型である。客室照明は間接照明を 形成では初めて採用し AE100 型と比較して蛍光灯数を約2倍にすることで焦度を確保すると同時に落ち着いた空間を演出することを図った。客室内床面は日本の伝統模様である市松模様をアレンジしたデザインとした。なお、成田エクスプレス用 E259 軽車両の客室内床面や 普通車座席にも一松模様が使われている。客室端部の通路上には、車内情報表示器として、営業用の鉄道車両では、最大級となる26インチ液晶ディスプレイを採用し、日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語表示を行うこととした。また、運転台に設置したカメラにより、全面展望の風景を映すことも可能とした。 到着直前には、20カ国語で、ありがとうを表示する。座席車両の座席は、岡村製作所が設計、製作を担当した二人掛けの回転式、リクライニングシートとなり、座席間隔を AE100 型と比較して、さらに 10mm 広げて 1050mm とし、座席幅も 20mm 拡大して、前後左右両方向にゆとりを持たせている。 アルミニウム合金製のフレームを使用し、一部はフレームを露出させることで、シャープさを表現した。また、伸縮性を有する一枚の織物で、クッション機能を有する新素材、バネックスを、営業用の鉄道車両では初めて採用する、ことにより、着座時の粗付き感をなくすことを図った。また、各座席客部の前後にノートパソコンや、 携帯電話の充電などに利用することを考慮した電源コンセントを2箇所ずつ設けた。座席下の暖房ヒーターは吊り下げ式とすることで広い足元空間を確保している。荷物、置き場荷物置き場は AE100 型と同様の二段式であるが幅は AE100K の約2倍となる 1500mm に拡大し容積の増大を図っている。 荷物置き場は、客室から直接目視が可能なように配置するとともに、防犯監視カメラを設置することで、さらなるセキュリティの向上を図った。その他設備各車両の出入台には、防犯監視カメラを設置したほか、客用扉の足元には、注意を喚起する意味で、黄色の LED を、ステップライトとして設けた。また、扉脇の手すりもグラデーション塗装とした上で、 上下に LED を配置した。車内の案内のため、必要な箇所では、展示や食地図による案内表示を設けている。AE100 系同様、サービスコーナーを設けるが、AE100 型では5号車に設置しているのに対して、2代目 AE 型では4号車に設置されている。サービスコーナーには、清涼飲料水自動販売機と、自動体外式助再動機が設置されている。 トイレは、ベビーチェアやおむつ交換台、オストメイト機能を備えた、多機能様式トイレと男性用小便所、洗面所が5号車に設置されている。男性用小便所の便器は、フランス製のものを採用するなど、トイレ内のデザインにも留意され、従来の列車トイレにはない空間を演出することを狙った。AEQ 編成は、多機能トイレの構造を変更し、 ハンドル型電動車椅子での利用に対応させている。洋式トイレのお物処理方式は、清水空圧式である。また、緊急時に備えて、脱出用のはしごを1.36.8号車に、設けた。扉脇の手すりは、グラデーション塗装4号車に設置された、サービスコーナー多機能トイレ男性用小便所では、フランス製の便器を、採用運転台運転席運転台の、 主観制御機は、左手操作のワンハンドル式を採用した。ブレーキの段数は従来車の5段とは異なり、7段で、ある。また、時速40キロメートル以上の時に、マスコンを、節の位置に戻して、その後に運転台右側の低速スイッチを押す、ことにより、一定の速度を保つことが可能な低速制御装置を、採用した。制御装置は、 カゴ形参照誘導電動機4台を一群として制御する東洋電気製造製 VVVF インバータで2号車、4号車、8号車に2群分を搭載する。主回路は2レベル式でインバータ装置の周辺観素子はイグーブトである。トルク制御にベクトル制御を採用することで円滑な加減速を可能としている。補助電源装置は参照。 交流 440V210 くばの容量を有するイグブと阻止仕様の静止系インバータを3号車と7号車に搭載する。これらの制御機器や補助電源装置などの冷媒として純水を使用することで環境負荷の軽減を図っている。高速走行に対応するため、主電動機は AE100 型よりも強力となる1時間定格出力 175kW の TDK-6070A 型、参照交流誘導電動機を採用し、波数比は19、93に設定した。高速性能を大きくとっている分、軌道加速度は、形成の車両では久方ぶりに低くとっており、時速 2.0km、S である。 電動台車付随台車動力台車イコール SS170M 型動力台車付随台車イコール s s 1 7 0 T 型台車台車は形成としては初となるボルスタレス台車を採用しているまた軸箱支持装置はモノリンク式を採用しており軸バネがある膨らみの後方には軸ダンパーを装備しているこの台車は3500型と3700型で 試験を行ったボルスタレス台車の試験結果及び同型の試作台車による台車回転試験をベースとして改良している。また、先頭車両には大手施設では初のフルアクティブサスペンションを採用し台車に取り付けた溶断波とともに車体への動揺を緩和して乗り心地を向上させている。制動装置は回生ブレーキを併用した。 電気指令式空気ブレーキを採用したほか、高速走行時に対応した基礎ブレーキ装置として、電動台車には、油圧で動作する、キャリパー式、ディスクブレーキを、駆動軸のない付随台車には、空気圧で動作する、テコ式のディスクブレーキと、片押し式の踏み面ブレーキを採用した。終電装置は、PT7131C 型、シングルアーム式を、 玉数号車に1台ずつ搭載する。パンタグラフの折りたたみ高さは、地上から 4050mm となった。高速走行に対応するため、離線防止のためのオイルダンパーを設けたほか、パンタ上昇検知装置によりパンタグラフの状態確認を、運転台のモニタ画面で行うことを可能にした。第7編成には、名電車製の電車線監視装置が搭載されている。 冷房装置は集中式を各社の屋根上に一気搭載する。能力は4 1 8 6ットである。暖房は座席下の吊り下げヒーターのほか、原冬機における室内温度の早期立ち上げを図る目的で冷房装置に電熱ヒーターを内蔵している。電動空気圧縮機はスクロール式で1号車と6号車に各1台搭載する。 モニタ装置には東芝が開発した車両情報統合システムスリムスを採用した。システムは1、8号車、モニタ中央装置、2から7号車にモニタ端末装置を搭載し、各装置間の電装路に 100Mbps 増幅イーサネット感染電装を使用することで高速データ電装を実現している。また、モニタ中央装置、または モニタ端末装置からは100ベース TX 視線、電装で ITV 端末装置及び車内案内表示器に接続している。操作用のモニタ表示器は1.8号車上無印出の他、4号車には車掌用表示器を設置している。車両情報統合システムの機能は1号車には無線装置とアンテナを搭載しており、公衆無線を使用して、 地上設備と操縦信を行うことで、ニュース情報の配信、京成電鉄からのお知らせ表示、遅延等の運行情報の配信、広告情報の更新などを行っている。2010年7月17日に営業運行を開始した。成田空港線経由のスカイライナーを中心に、ラッシュ時には、本線経由のモーニングライナー、イブニングライナーでも運用される。 2010年大晦日から2011年元日に、かけての終夜運転では統計式によるシティライナーの運転が行われ、それ以降の終夜運転にはシティライナーへの重当もなされている。2020年10月からは、インバ日本医大駅発の臨時ライナーにも使用されている。インバ日本医大駅空港第2ビル駅間で在来線では、 日本国内最速の時速1 6 0トル運転を行っている。なお、設計上の最高速度は時速1 7 0トルである。統計式の導入に際しては、日清リースからのリース方式が採用された。形成の新車は、日本車両製造性も含めて東急車両、製造横浜製作所から、計急線 都営地下鉄浅草線経由で搬入されるのが通例であるが、車体長が他社よりやや長く、都営浅草線通過に必要な非常用貫通扉もなく、軌道加速度時速 2.0kmS であることなどから、本形式では、系列会社である新京成電鉄や北総鉄道と同様な搬入方法をとっており、日本車両で落成した編成は、 京洋臨海鉄道千葉貨物駅から東急車両で落成した編成は同社横浜製造所からそれぞれ陸送されている。ただし2019年に増備された AEQ 編成のみ越谷貨物ターミナル駅から陸送されている。2010年9月29日京成の鉄道車両では初となるグッドデザイン賞を受賞した。 さらに2011年5月24日には、初代 AE 社に続いて2度目となる、鉄道友の会ブルーリボン賞を受賞した。2015年7月17日から2016年1月8日の、相場2代目 AE 型運行5周年を記念して、山本関西がデザインしたマークを掲出して運行した。京成の公式ホームページにて、IR 資料として公表されている。 2018年3月期、第2四半期決算説明会において、2019年度に9年ぶりに、本形式一編成を増備することを計画していたが、2019年度、鉄道事業設備投資計画で予算が当てられた。これにより、増備された AE9 編成は2019年9月19日より、営業運転に入っている。 2018年4月20日には成田山海域千8 0年祭の記念として成田屋号が京成上の京成成田で運行され、往路は京成本線経由、袋は成田スカイアクセス線経由のルートであった。歌舞伎役者デザインのヘッドマークであり、市川海老蔵が成田山新勝寺でのおねり行列、法能演武の実施のために乗車している。 成田ヤゴは2008年の成田山海基千7 0年祭時に AE100 型で運転されて以来である。2019年10月20日、京成トラベルサービスが企画したスカイライナーミステリーツアーで押上線及び千葉線に入線し、京成上野高佐護車両基地や広千葉中央、京成上野という経路で運転を行った。特に千葉線には、 スカイライナー史上初めての入選となった。ありがとうございます。